1970年の近鉄バファローズでは、1970年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、三原治監督の3年目のシーズンである。球団初のリーグ優勝こそ逃したものの半球に次ぐ2位に、躍進したチームはドラフトで、三沢高校の太田浩治をドラフト1位で獲得し、入団挨拶には、佐伯勲オーナーが自ら訪れた。 大田は入団後に江崎栗子の CM に起用されてチームのイメージアップに貢献したがプロの壁は厚く一生に留まった。大田の入団や日本万国博覧会が大阪で開催されたこともあり、三原監督は万博イヤーは優勝で飾ると宣言。チームは5月まで首位と2.5ゲーム差の3位につけていたが6月以降は成績が下降し、 阪急との A クラス争いが続いた。その一方で前年オフに、西鉄から始まった黒い霧事件は近鉄にも飛び火し、4番の土井正宏が賭博で書類送検され、球団職員が八尾町に関わり永久追放されるなど不祥事が続いた。チームは最終的に阪急の反撃を振り切って、A クラスは死守したが順位を一つ落とし、三原監督はこの年、 限りで辞任した。投手陣は、大田の入団に刺激された、鈴木刑事が21勝を挙げて、最多脱三振、佐々木光一郎が、防御率1位を、南海の佐藤道郎に譲ったものの17勝で、勝率1位、清俊敏彦が14勝と、安定した成績を残したほか、社会人から入団の幹部敏夫が、老定入りするなど層が厚く二年連続の防御率に転代を、 記録した。打撃陣は、阪神から遺跡の辻義則が、チームトップの19本塁打を放ったが打率が1割台と低く、それ以外では、長渕洋蔵と小川徹の活躍が目立ちチーム本塁打は優勝の、ロッテと59本差の最下位だったが、一方で、安井友のをはじめ6人が2桁盗塁をマークするなど、リーグ2位の152盗塁を記録した。 ありがとうございます。